第96回箱根駅伝予選会、令和初の予選会、箱根駅伝新たな時代の幕開け、その号砲が鳴らされました。前回よりも4校増えまして43校、506人の選手たちが一斉にスタートしています。先頭集団はすでに3キロを過ぎましたが、かなり先頭の記載差が飛ばしているというところです。かなり速いペースの先頭集団、さあ記載差がレースを引っ張っていきます。さあ先頭集団まもなく5キロを迎えます。前回は5キロ14分32秒でしたが、そのペースよりも明らかに速い14分18秒でしょうか、そのあたりでカバーしていきました。ここに来てまた先頭は記載差が引っ張っていますが、そしてその後に日本人先頭争い、神奈川大学の越川、城西大学の荻窪、そして専修大学の長谷川修、このあたりが5キロ通過していっています。先頭集団から2年連続予選会個人トップ記載差が抜け出しました。ナンバーカード301番、大比林大学の記載差、今シーズンも日本インカレ 5000m2 位、日本インカレ 1万m1 位、2連覇を達成しました。力のあるこの記載差が先頭集団から前に出ました。日本人先頭集団ですが、明治大学のナンバーカード96番、手島京介2年生が日本人先頭、その集団から抜け出しました、先ほど3人の日本人先頭集団という話がありましたが、はい、5キロを通過したあたりでこの手島がその集団に追いつきまして、一気にその集団を置いていく形になりました。その後ろには日本人2位集団が6人という形で、このナンバーカード96番の明治大学の手島を追いかけているという状況です。さあ先頭の記載差、まもなく10キロです。10キロの通過が28分25秒、前回が28分30秒ですから5秒早いペース、記載差が飛ばしています。また時間とともに日差しも強くなってきているんですが、記載差が、渡辺さん、体が左右にこう触れているんですが、腕はよく触れていますよね。そうですね、やっぱり下半身のやっぱり 膝から下の接地ですね、すごく柔らかくてやっぱりいい走りしてますね。効率のいい走りだと思いますね、5キロから10キロの記載差選手のラップが14分8に上がってますから、かなり速いペースですね。さらにペースを上げてきているというこの記載差、その後ろには国士舘大学のヴィンセント、その後ろに東京国際大学のヴィンセント、こういった姿もあります。そして日本人先頭争いは現在明治大学の手島が日本人今トップと、明治大学はエースの阿部、そして三輪もこの予選会欠場という中で、2年生の手島が今チームを引っ張っているということです。さあ10キロの通過順位が出てきました。これが正式な現在の10キロの通過順位です。1位が神奈川大学、そして2位に日大、3位に明治、4位は創価大学、5位に東京国際大学、6位に早稲田、7位に中央大学、8位に日本体育大学、9位に城西大学、そして10位専修大学が頑張っています。改めて日本人先頭争い、明治の手島、そして創価大学の米光も入っています。東京国際大学の伊藤、城西大学の荻窪、専修大学の長谷川修、早稲田の太田君もいますね。キャプテンの太田も頭を短く刈り込んで、その気合の表れ、キャプテンとして名門早稲田を引っ張るというその覚悟、日本人先頭争い。さあ折り返し 17.4 キロの正式な順位、通過順位が出ました。1位が東京国際大学、2位に神奈川大学、3位に創価大学、そして4位に明治、5位に日本体育大学、6位に日本大学、8位7位に筑波大学です。26年ぶり61回目の箱根本選を目指す筑波大学が7位です。8位に早稲田、そして9位に国士舘大学、さあそして10位に中央ということで、中央が少し順位を落としました。さあ先頭の記載差です。まもなくフィニッシュを迎えます。大比林大学の記載差、これで予選会3年連続の個人トップ。
今手元のタイムで1時間1分1秒2秒とそういったところだったでしょうか。さあそして日本人1位、今東京国際大学の伊藤が日本大学のドゥングと同じようにこのフィニッシュを迎えようというところ、今これが全体の4位5位という順位。そして日本人1位は東京国際大学の伊藤達彦、見事ガッツポーズ。日本人2位は城西大学の荻窪、序盤から積極的に留学生についていった荻窪、粘りの走り、日本人2位。そして創価大学の米光も臼井さん頑張りましたね。頑張りましたね。そして明治大学2年生の手島も入ってきました。その前にはナンバーカード263番駿河台大学ウヌカもゴールして、今山梨学院大学の1年生留学生ナンバーカード154番ムルアも入っています。さあまず10名通過、先に神奈川です。1番目に神奈川、これはあくまでも目安というふうにご覧いただきたいんですが、続いて2番目に東京国際大学、今3番目に日本体育大学です。第1位東京国際大学、予選会トップ通過は東京国際大学、3年連続4回目の箱根駅伝出場、留学生ヴィンセント、そしてエースの伊藤、2本の柱、本戦でも臼井さん非常に楽しみですね。第2位神奈川大学、記録第2位は神奈川大学、73回74回、大会連覇の経験もあります神奈川大学、10年連続51回目の出場を決めています。第3位日本体育大学、第3位は日本体育大学、89回大会では予選会から本戦総合優勝を成し遂げています。72年連続72回目の出場です。第4位明治大学、大正9年第1回大会に出場している古豪明治、2年連続61回目の出場です。10時間51分42秒第5位創価大学、第5位は創価大学です。3年ぶり3回目の出場、前回は予選会15位でした。榎木新監督が見事にチームを押し上げました。第6位筑波大学、第6位は筑波大学、26年ぶり61回目の出場、26年ぶりの歓喜であります。日本大学、記録第7位は日本大学、2年前は予選会で涙を飲んだ日本大学、2年連続89回目の出場です。第8位国士舘大学、記録第8位は国士舘大学です。4年連続48回目の出場、前回本戦では2区の時点でトップでしたこの国士舘。さあまだ名門早稲田、そして中央、そういった名前は呼ばれていません。ここで呼ばれました。第9位13年ぶりの予選会、早稲田大学です。44年連続89回目の出場を決めました。いや渡辺さん、厳しい戦いになりました。そうですね、この走りではちょっと本戦は厳しいですね。ちょっとここから巻き返してほしいですね。ですからキャプテン太田もこの表情です。さあ残す枠は一つ、中央か、それとも初出場麗澤か。第10位中央大学、第10位は中央大学、歴代最多14度の総合優勝を誇ります中央大学がこの予選会10位。続きまして第11位、11位はどこの大学か。麗澤大学、麗澤大学です。麗澤大学26秒足りませんでした。
前回に続いてあと一歩のところ、初出場はなりませんでした。麗澤大学予選会の結果です。1位東京国際大学、2位神奈川、3位に日体大、4位に明治、5位に創価、3年ぶり箱根路に帰ってきました。そして6位の筑波は26年ぶりに箱根路です。そして7位に日大、8位に国士舘、危なかった名門、9位早稲田、10位中央、そしてまたしても去年に続いて麗澤、あと一歩のところで初出場はなりませんでした。